国鉄キハ56系機動車くつろぎ国鉄キハ40系機動車くつろぎ国鉄キハ183系機動車くつろぎくつろぎは日本国有鉄道北海道旅客鉄道が1973年以降に保有している鉄道車両でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である1973年にキハ27型機動車から3両が 改造された車両に橋を発する。北海道地区の列車運転場、特急を除くすべての列車と連結を可能にすると、共に少人数での需要にも応じられることなどの理由で、起動車方式となったものである。1984年にはキハ56系起動車から2両が改造された。その後、老朽化に伴い、 キハ56系機動車からの改造車は1997年から1999年までに順次廃車となり、代わりとしてキハ400系機動車、キハ183系機動車から各散量が改造されている。本校では、国鉄北海道総局、JR 北海道の座敷車両の歴史も踏まえて、時系列順に各車両形式について記述する。 登場当時の塗装デザイン1973年に改造された国鉄では初めての和式機動車である。いずれの車両も基波27型機動車より改造されており、形式はキロ29系である。改造は1が旭川工場、2が苗母工場、3が五稜角工場である。客室は固定された畳が18畳。 跳ね上げ式の畳が10畳となっている。天井は、客車よりも25センチメートル低いことから、船底天井の形状でアルミ化商板仕上げとした。客室には欄間があり、三分割することもできる。サービス機器は当初は、マイク設備のみで、空調装置は、作り付けの機器ではなく、家庭用の座敷用扇風機を使用する。物置の設置のため、 乗務員室助手席直後の客用扉を閉鎖した。外部塗装デザインは、クリーム4号をベースカラーとし、赤11号の帯を窓周りに入れる、機動車急行色である。キロ29、くつろぎ登場後の塗装デザイン文化積み入れ後の、塗装デザインキロ29系の増備車として、1984年に登場した。 二両ともキハ56系機動車より改造されており、形式はキロ59系である。客室は固定された畳が18畳、跳ね上げ式の畳が10畳となっており、基本的にはキロ29型と同様である。天井は船底天井ではなく、原型車両のままで木目化粧板仕上げとした。空調装置はラインフロー式換気装置を設置したが、 冷房装置は設置されていない。物置の設置に際しては、キロ29型とは逆に乗務員室運転席、直後の客用扉を閉鎖した。外部塗装デザインは、クリーム1号をベースカラーとし、赤2号の帯をストライプ状に入れた。正面の帯は V 字型となった。キロ59系の登場により、キロ29型も同様の塗装デザインに変更され、 同時に、各車両に相性が付けられた。国鉄分割ミニエーカー後も、比例棒であったが、車体色は、コーポレートカラーの萌え木色を使用したものに、変更された。キハ56552、ミッドナイトと同様の塗装デザイン窓状の帯の色が、異なる1990年に登場した。2両ともキハ56系機動車より改造されており、 形式はキハ 56K のままであるが、550番台に、改版された。快速、ミッドナイト用のカーペットカーとほぼ同一仕様で、2両とも、普通車扱いとなった。この頃に、キロ 29K、キロ59型とも、快速、ミッドナイトと同様の車体色に変更されており、多脚時には、カーペットカーの増結車として使用されることもあった。同時に、 各車両とも機関直結式冷房装置、独立機関式冷房装置の搭載により、冷房化された。1997年には、キロ292.3とキロ592は、廃車となり、キロ292とキロ592については、同年の内部工場におけるイベント、車両解体教室で使用された。 キハ400から5 0にくつろぎキハ400から5 0に車内キロ29系、キロ59型により運用されていた和式機動車が、車両の老朽化や、客室設備の陳腐化が目立ってきたため、車両改善への対応を行うことになり、1997年末から1998年初頭に、かけて登場した。 三両ともキハ4 0 0機動車から改造されており、形式はキハ4 0 0のままであるが、500番台に改版された。全車両とも普通車扱いである。外部塗装デザインは窓より上を濃いグレー、窓から下を赤とした上で、客室部分の窓周りをライトグレーとしているが、これは掘りこたつをイメージしたものである。また、機器室の部分には、 室内の仕切り壁を図案化したマークを入れた。客室内は深さ3 0 0、mm、トルの掘りこたつ構造となり、座椅子を使用することで、正座やあぐらではなく、通常の椅子に座るのと同様にくつろげるようにした。室内はすべてカーペット式となり、テーブルの収納を行うことで、床面全体をフラットなカーペット敷きにもできるようにした。通路側は跳ね上げ式の床板とした。 また、通路と反対側の倉庫には、蓋付きの荷物収納スペースが設けられた。壁面は土壁調の化粧板仕上げで、前後の仕切り壁は深い赤色としている。また、窓のロールカーテンは、のれん模様とした。サービス機器として、カラオケ機器、衛星放送に対応した、ビデオ装置、電子レンジ、冷蔵庫、電気ポットを搭載した。また、トイレは、 真空式に改造された。キハ 400K500 番台の導入後、キハ56551.55にも、同一の塗装デザインに変更された。キハ400から50万2503は2015年3月に、廃車となり、5月中下旬に、苗母工場で解体された。キハ 400K の登場によりサービス工場が図られた、和式機動車であるが、最高速度は、 時速 95km のままであり、ダイヤ構成上のネックとなっていた。この問題を解決するために1999年に登場した車両である。3両ともキハ183系機動車から改造されており、6000番台に改版された。全車両とも普通車扱いである。外装デザインはキハ400系500番台と同様のデザインとなった。 最高時速 130km 走行に対応しており、キハ 183K4550 番台と同様に時速 120km 対応車両との切り替えスイッチを設置しており、すべてのキハ1 8 3系との連結が可能である。これを活かし、北斗などの定期列車にも組み込まれることがある。本車両の登場により、キロ十九一キロ十九一は、 廃車となり、キハ 56K550 番台も2001年までに廃車となった。2015年3月31日付でキハ182-6001が廃車となっている。ありがとうございます。